はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回はライジンランドマーク5記者会見動画速報です。今まで言ってたけど通り、今回はダブルメインとなり、平本の蓮くん、斉藤豊選手と、牛久チェリ太郎、朝倉のみっくん、この2試合がダブルメインとなります。そして10試合が発表されてきました。まず最初に、ジョニーケース VS なんとかフというライト級の試合です。おそらくフがつくので、掛け風バレに強い選手が組まれるのではないでしょうか。どちらも記者会見には来てませんでした。次に我らのスダリオパンパーズ強し VS ロッキーマルチネス選手の試合も決まりました。ロッキーマルチネス選手は UFC 帰りの非常に強い選手で、またまたパンパーズに高いおむつが阻まれました。そしてパンパーズの方は相撲レスラーのハワイでの休暇中のような可愛いポロシャツを着ていて、 UFC 帰りの選手タグな展開になる、昨年は負けてしまったが頑張る、追い込んでいくと言ってました。コメントは普通でしたが、見た目が可愛いので今回は80点とさせていただきます。そして次に、カリル・ギブレイン VS 上田美希夫の戦いです。カリル・ギブレイン選手は来てはなかったのですが、コメントで上田は弱い、ボコボコにする、ブラジルのアマゾンで現在トレーニングしていると非常に良いコメントしていました。実際確かカリル・ギブレイン選手は日本で床屋やってるので、普通に床屋の営業が休めなかったので来れなかったのでしょう。アマゾンには行ってません。しかしコメントはもう素晴らしく80点です。上田美希夫は極真の空手王者で何者入りで業界に入ったのですが、デビュー戦で高坂剛さんに普通にボコられて TKO 負けしましたので、正直あまり期待はしてません。しょうもない黒いスーツでしょうもないコメントをしていたので、まあ50点ぐらいではないでしょうか。次になんと金原正則 VS 我らの山本そらちゃんが決まりました。金原正則選手はもちろんベテランで元 USC 選手、本当はトップどころに絡むような試合をしたかったらしいのですが、どうしても相手が決まらず拒まれたのでしょう。今回は山本そらちゃんとになりました。金原選手は1年ぶりの試合、まあ、自分の年齢の半分ぐらいの選手だけど、おじさんは負けられないと、おじさんの売れないホストみたいな格好ですので、まあ70点としておきましょう。そして我らの山本そらちゃんですが、黒いスーツで金原選手と戦えて嬉しい、時代を塗り替えると、いわゆるも童貞臭満載でしたが、非常にルーキーとしていいコメントをしていたので100点とさせていただきます。今後が期待です。そして次にこれも期待の試合、レスリングエリート対決、倉本和真選手 VS リアルフナッシードングル太田です。倉本和真選手は今海外練習に行ってますので来てはいなかったのですが、今年初めての試合、ここから連勝してベルトを取ると短くも非常にコメントしたので100点とさせていただきます。リアリフラッシードングリは7月31日以来の試合、以前からレスリングエリート同士のして試合が期待されていた、ようやく覚悟ができたので戦いたいと言っていました。ようやくまあかなり前々から戦ってほしいという話はあったので、ここでようやく覚悟が決まり、リアリフラッシー太田の方が受諾したのでしょう。髪型が祈祷のような髪型をしていたので、まあこちらは0点とさせていただきます。そして次に朝倉環奈ちゃんと VV メイ選手の戦いです。まあ、これはもう朝倉環奈ちゃんが普通の顔に普通のメイクに普通のコメントでしたので、普通に50点とさせていただきましょう。 VV メイ選手ですが、まあ格闘オタクは昔から知ってると思いますが、ワンでずっと戦っており、まああまり戦績が良くありませんでしたが、今回ライジンとの契約でコメント自体は新人の山口ですと普通に滑っていました。まあ滑ってましたが、ちゃんとまた祈祷ヘアをしていたので、女性で祈祷ヘアしてるっていうことはもう100点です。でなんと次の試合、牛久チェリ太郎 VS 朝倉みっくん。朝倉みっくんは良かったのですが、今までちょっとデブすぎてハワイアンデブだったので、黒いスウェットに草履とかで記者会見メイウェザー戦とか着ていたのですが、今回ちゃんと練習してるようで、ほっそりしてちゃんとスーツが着れるようになりました。で1年ぶりの試合でワクワクします、なんかボクシングやって明らかに強くなりましたと話しており、まあちゃんとセンター分けをしスリムになって黒いスーツをバシッと決めて、コメントも悪くなかったので普通に今回は0点でしょう。そして牛久チェリ太郎選手です。チェリ太郎選手はタイプが違うファイター同士ですが、集大成として頑張りたいというようなコメントでした。まだちょっと童貞臭がしたので90点とさせていただきましょう。そして次に我らの斉藤豊選手 VS 我らの色白持ち肌ポメランヤの可愛い平本蓮くんのコメントです。斉藤豊選手は黒いスーツバシッと決め、そして試合は1年ぶりです。シュート時以来の試合スパンとなりました。いい試合ができ、自分の試合をインパクトのある試合をやっていきたい、完全決着をしますとファイターとしてしっかりとしたいいコメントを残していました。まあ、ただちょっと普通なコメント、そして普通なスーツというのもありますので100点とさせていただきます。そして我らのポメラリアンことレン君ですが、レン君はこんにちは、頭部を強打したので今回は通訳を呼んできましたと、さすがにまたまたネタを仕込んできました。
そして通訳で現れたのがなんと黒人の男の子で、名前がプレシャスさんです。プレシャスさんが平本蓮くんのコメントについて、朝倉未来に訴えられると思いませんでしたと、いわゆる頭痛抜きこと朝倉未来くんにトラッシュトークで訴えられたことを通訳を通して話し、そして会場は笑いに包まれました。さすがのユーモアセンスです。そして最後に今度はプレシャスさんが座り、平本蓮くんが立ち、今度はプレシャスさんが耳打ちし、通訳として格闘家がトラッシュトークで訴えるとは最悪だ、朝倉未来クソビッチみたいな感じで話していました。そしてまた会場も盛り上がってました。さすがと言えるでしょう。まあ、今回やはり平本蓮くんが来ることによって会場が盛り上がり、もう平本蓮劇場と言っていいでしょう。で、後のコメントとしては、この通訳劇に対して朝倉未来くんに感想を記者の方が聞いたところ、笑っていることが不思議、優しいですねお客さんみたいなことを言っていました。で、平本蓮くんはまたまた言ってたのが、ブレイキングダウンぶっつればいいと思うんでと朝倉未来くんを攻撃していました。ただ二人同士のあまりトラッシュトークはなかったのですが、まあ、平本蓮くんの通訳劇場で盛り上がった会場にあったと思います。そして最後ですが、しょうもない引退詐欺レーナですが、普通に仮病で欠席です。マイナス300点となります。以上となります。ご視聴ありがとうございました。夜では、今回の勝敗予想の動画を逃そうと思いますのでご覧ください。日曜日10時からライブ配信もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。